カーナンバー14村山智博。さあ再走1本目いよいよスタートしてまいります。シグナル点灯、そしてオールブラック今動き出しました。青いマシン GR2 プラ松山北斗が前、後ろから白いマシン S14 村山智博。さあ先ほども離された、この辺りで入っていけない第1セクター。いやーまたちょっと遅れた、戻った。いや村山が飛び込めない。さあどんどん離されてしまった。さあそして松山がいい走りの先行になっている。さあここはしっかりとゾーンを取っていく。そしてやっと村山が近づいてきた。やっと村山がなんとか近づいてきた。気温が高鳴って松山奥と、そして村山智博、今度は村山 S14 が前、後ろから追いマシン松山北斗。さあ松山捕まえていかなくてはならない。後追いとしてちょっとくらついた立ち上がり、それに対してスーッと寄っていく。さあどうだ、村山が行く、ゾーンを取っていくか。そして松山どの辺りから捕まえていけるかどうか。ギリギリここで飛び込めるか。1は取りたい。さあ最後寄っていく、どうだ。北斗 89.28、 村山智博 91.6、 山口浩二。さあもちろん初の対戦、松山奥と山口浩二、今スタートしてまいります。青いマシン松山奥との GR スープラが前、そして後ろから山口浩二、東洋タイヤリムロスタイヤということになってまいりますが、まずは立ち上がってくるところ、降りてきた青いマシン。さあ松山後ろから山口を下がれたか、山口を下がれたか。さあ高めに当てた。壁にヒット。うわこれは思い切り先行、そのまま松山大きなミス。松山奥と12ポイント差、これは楽に後ろから行くということになるでしょう。様子を見ながらこの山口のマシンについていく。さあ山口 S15 後ろから松山奥と青いマシン近いぞ。さあ松山が、さあ壁に当てた。うわ、さあ松山も壁に当てた。大きなる戻り。何それ。さあこうなるとマイナス5点は入れられる。そしてこれでは全く届かず、187対181、勝ったのは松山。ナンバー77松山北斗。さあいよいよベスト8の4組目、最終組ベスト4進出をかけたあと1人、小橋か松山か。今スタートしていく、まだ乗り乗り小橋正則、後ろから GR スープラ松山北斗。松山は大丈夫なのか。まずは小橋が降りてくる、しかしついている松山もついている。松山さあと小橋です。と小橋が振ったのに対して松山が入っていこうというところ。早いところ、しかし早い、この旋回繰り返しから最後の立ち上がりが小橋早い。北斗が前、後ろから小橋正則、今スタートしていきました。さあ来るぞ辻君、これ小橋恐らく来るぞ。3ポイントリードしててもこの GR スープラ松山北斗のマシンを捕まえて、あと1ポイントを取っていかず、追走ちょうど小橋正則が前に出て危ない。両方取って勝ったのは小橋正則。宇都宮明則。さあいよいよ2組目スタートしてまいります。松山がまず先行で飛び込んでくる、それに対して宇都宮明則、そこをどう合わせるか。松山どれぐらいなスピードで飛び込んでくるのか。いいスピードで角度つける。おー悪くない。それに対して宇都宮も近いところ。さあ振り返す。いや松山いいところ。飛んだ。危ない。宇都宮うまく自分の体勢もキープ。いやギリギリアドバンテージ宇都宮明則。その宇都宮が今度は先行。さあその先行宇都宮明則に対して青いマシン GR スープラ松山北斗、どういう走りで近いところ。さあこの辺りは寄っている。あと1ポイントは取る。宇都宮が、いやーでも
一度は戻りそう、危ない危ない、いやギリギリのところ、もう両者その、ここは宇都宮が、ナンバー23村上満。さあ両者スタート地点セットされている青いマシン、そして黄色いマシン、まずはライト点灯、青いマシンが先行で松山北斗、今スタートしていく、まずは GR スープラ、松山北斗がグーンと勝つ、それに対して村上ちょっと離れるか、さあどうだ、離れている、いい振りした、いい振りだ、いい振りだ、そして村上も、村上も入る、これはギリギリ持ちこたえた、村上もなんとか耐えて飛び込んでった、さあ一瞬は村上も飛び込んだ、しかし黙々の中、ものすごい濃い煙、シグナル赤点灯、そして消えてスタートということになります。今度は黄色いマシン、村上満が前、そして後ろから松山奥と GR スープラ、さあ松山奥と今度は狙ってくるはず、まだ村上が振る、村上が振る、いい振りだ、いい振りだ、そしてシグナルからスープラ、あーゾーンは外す、村上ゾーンは外す、そしてその後なんとかあと1ポイントを取りたい、コセクは取れてる、最後はちょっと取った、はい、カノさんということで、これ今あれですね、ちょうど第3セクターカーナンバー5、宇都宮明憲。さあ、ベスト8の一組目。ベスト4進出をかけて、松山か、宇都宮か、エンジン音が高鳴って、今シグナルが消えてスタートだ。青いマシン、松山奥と、そして後ろから、サイロンから、宇都宮明憲。ずーっと伸びてくる、松山。それに対して宇都宮も飛び込む、うまくコントロール、松山ゾーン外したか、さあそして寄っていきたいけど、ここからはもうモクモク、松山奥と入れ替えの2本目のスタートということになります。サイルンカラー S1 号宇都宮明憲が近いところ、松山が入る、さあスーッと寄っていく、ここは捕まえたか、さあどうだ、この辺りぐーっとさらに寄っていく、松山がこの辺りは速い、ここの5セクも取っていく、あと1ポイントも取ってる、7取ったですね、7取った、ナンバー70横井正史。さあいよいよ決勝をかけた戦いということになります。松山奥と VS 横井正史、松山先行は遠い横井正史で今動き出した、まずは松山 GR スープラ、後ろから DMAXS1 号横井が近いところ、ずっと思いっきり飛び込む、かなり近いところに横井が入る、ゾーンはギリギリか、ゾーンはギリギリか、松山、さあ振り返し、まだ横井が行く、ものすごい濃い煙の中横井が入る、見た見た、入れ替えの2本目今スタートしてった、さあ来る横井に近いところ、松山近いところ、さあどうだ、逃げる横井、ぴったり入った松山、しかし後ろに回る、ここは離された、横井が逃げていく、さあここは横井が逃げて後ろに回った松山、来たね、やっぱり来ましたね。カーナンバー66藤野秀幸。さあタイヤは東洋タイヤ同士の対戦ということになります。松山も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 藤野秀幸、東洋タイヤドリフト180。さあこの藤野が松山相手にどのような走りを見せるか、マシンの方は完璧な状態なのかどうか、マスター松山の方に寄ってくるか、松山藤野から、いや近いところ、いや藤野が入っている、近いところ、さあ寄っている、藤野がうまくまずは寄せていきました、まずはこのストレート様子を見ながら、さあそして煙を出しながら松山奥と、それに対してその後ろから藤野秀幸、ずーっと前に合わせながら、さあ前に合わせながら、またさらに寄っていこうかというところ、この辺りも若干近いところまで来ました、はい、そしてブラックアウト消えてスタートということになります。さあどういう入れ替えの2本目になりますかどうか、まだ藤野180、後ろからまだついていけるか、いや藤野が速いか、藤野はあーゾーン外したか、藤野秀幸、ギリギリのところ第1ゾーン、さあそしてそれともとにかく逃げていかなくてはならない、よりポイントをできるだけ出るだけできるだけ下げたい、さあそしてさらにやっぱりちょっと入れないか、入れないか、この辺りは藤野の方が速いか、さあそして最後、いやこれも入れない、これも入れない、さあ藤野に対して松山奥と、ドスの得点での勝負というところで松山選手、
さあいよいよベストパーセントでフランコさんここでスタート。いやーまずは小橋正則の速さ、これに対して松山どこまでついていけるか。今試験を越えて最終コーナー立ち上がり、小橋が来る、そしてその内側の松山、ここが速いぞ小橋正則。そして返す、思いっきり飛び込む、いや近いところにいる、近いところ来たよ、いる近いところに、いや後ろ回った、まっすぐだった、遅れた、まっすぐになって遅れた、完全にここは松山失敗。いやここは先行小橋逆にやられたという感じ。松山、ああ、今ヘアピンでも何か、これは松山痛いトラブルです。さあベスト4進出、まずは小橋正則、そして勝ちなのりの1本が行くのかな、行きました、さあ出ていったというところ。いやこれはちょっとひたひたとついてきた、そんな感じ。